こんにちは。囲碁が大好きなカラステンクのクーロンです。今回の囲碁人物伝は、江戸時代の囲碁家元筆頭で、現在も囲碁のタイトル戦に名を残す本因坊の初代、本因坊三叉について紹介いたします。現在確認されている資料で、小打ちとしての本因坊の名が初めて登場するのは、おそらく公暁山科時常が文禄3年に記した時常狂記であると言われています。徳川家康が三条家にて終日囲碁や将棋を行ったという記録の中で、参加者の一人として古田織部らとともにその名が記されています。3年といえば、豊臣秀吉による第一次朝鮮出兵、文禄の役が終結した翌年で、当時三叉は30代後半。碁打ちたちについて書かれた記録でも、この時期の三叉は他の碁打ちたちの後に名前が記されている状態で、時常狂記でも本因坊の因の字が当て字であることから、まだそれほど知られた人物ではなかったと思われます。それでは、後に江戸幕府において囲碁界のトップに立つ三叉がどのような人物であったか紐解いていきます。本因坊三叉は囲碁家元本因坊家の初代として知られ、碁打ちとしての印象が強いのですが、もともと日海という原本法華宗の本山、京都寂光寺の2代目住職で、権大僧都という高い地位にあった僧侶でした。ちなみに、いろいろな解説で日海と詰まった発音をしている方がありますが、日蓮の流れを組む宗派においては、すべて僧侶は日と発音しているそうですので、紹介しておきます。本因坊とは寂光寺の塔頭の一つで、三叉こと日海上人が本因坊に住んでいたことから、本因坊と呼ばれるようになったと言われています。三叉は永禄2年に武学宗家の加納与助の子として生まれ、8歳の時に寂光寺を創建した初代住職日円の門に入っています。日海が指示した日円は三叉の叔父で、年齢差はちょうど30歳。日円は後年の名で、初めは日雄と名乗っていました。天文3年6歳の時に明満寺本行院日専の門に入った日雄は、2年後8歳で得度しますが、この年宗門対立により天文法華の乱と呼ばれる比叡山僧都による法華宗寺院の焼き討ち事件が発生。凶を逃れた日雄は大宮越前の寺院で師匠霊天、易学、暦、医学などを学んでいます。その後3年かけて北越を殉教していますが、ちょうどその頃8歳となった日海が日雄の門に入ったと言われています。日雄は永禄11年から5年間京都北野天満宮の経蔵にこもった後、明満寺へ戻り、天正5年49歳の時に明満寺26世貫寿に就任。その翌年に寂光寺を創建しています。寂光寺は現在歴代本因坊が眠る囲碁の聖地として知られていますが、京都16本山の一つで、当初京都近衛町に創建されています。天正18年には豊臣秀吉が聚楽台を建設するために、寺町通り竹屋町、現在の九重院前町に移転していますが、宝永5年に起きた宝永の大火により焼失し、現在の仁王門通り東大路西入るで再移転しています。寂光寺創建の翌年である天正7年に、織田信長が拠点とする安土にて浄土宗と日蓮宗の対立が起こり、
朝廷を買って出た徳永が両者の代表を集め、問答により勝者を決める安土収論が起きます。日雄も日蓮宗側の一人として参加しましたが、信長により一方的に日蓮宗側の負けという裁定が下され、詫び状を出すという屈辱も味わっています。慶長3年71歳となった日雄は妙満寺幹事を退任し、寂光寺に引退すると後進の指導に当たりますが、日蓮と名を改めたのもこの時ではないかと言われています。そして慶長14年に81歳で没しています。日蓮の後を継ぎ、日海が寂光寺2世幹事となったのは慶長年間のことで、慶長17年54歳の時に権大僧都へと叙任されますが、慶長8年にはすでに御所において天覧による対局を行うなど囲碁の上手として知られていました。ただ日海の僧侶としての記録は乏しく、修行の記録が残っているのも日蓮が寂光寺に移ってからであり、寂光寺の住職としての在任期間も10年余りだそうです。本因坊という名前については、寂光寺の塔頭の名であったことは先に述べた通りですが、実は寂光寺の古文書の中には本因坊日雄と記されたものがあり、日海については本行院日海と記されています。寂光寺には本行坊という塔頭があったそうで、日海は当初そちらに住んでいたのかもしれません。そして日蓮の引退に伴い日海へ本因坊の名が譲られ、日海は2世ではありますが、以後家元としてはあくまでも初代ということだそうです。ちなみに後に加賀の前田家に招かれて三佐が金沢に創建した寺の名が本行寺です。なお読み方についてですが、現在私たちは本因坊と言っていますが、もともとは本因坊というのが正しい呼び方だそうです。次に三佐という名前についてですが、日海は権大僧都になってから三佐と名乗るようになったと思われます。ただ署名を確認したところ、もともと本因坊三者というのが正しい呼び名だったようです。三も現在使われている文字の異体字が使われていて、数あるいは計算するという意味があり、手立てを考える、または暦を見て観測し工夫するという意味もあるそうです。砂は砂と同じ意味がありますが、砂は小さい石の集まりという物理的な意味合いが大きいのに対し、砂は細かい砂という意味から無限という概念を表すようになり、仏教用語の中にも取り入れられています。余談ですが、数を表す単位で1億分の1、つまり17のことを漢字では社と言うそうです。したがって三者とは無限の手立て、無限の工夫という意味になります。そして砂は社の俗字であることから、自然と砂と書くようになり、三者の名が定着していったと考えられます。それでは三者はどのようにして囲碁を覚えていったのでしょう。三佐の碁の師匠は千夜という堺の碁打ちであったと言われています。しかし千夜については資料が乏しく、堺の人であったかどうかも含めて確たる証拠は残っていません。確実な記録として残っているのは、碁がかなり打てた千鶴という息子がいたということぐらいだそうです。また京都の吉田神社との関わりが深かったと言われる千夜は、屋敷を新築した際厄除けの札をいただいたという話もあります。広島の
厳島神社の神官が元亀2年に記した記録の中に、遷宮を行った記念に吉田神社の神官が招かれたとあり、その際同行したのが長岡藤孝という人物と千夜という高知であったという記述が出てきます。長岡藤孝は囲碁の愛好家としても知られ、後に大名となる細川雄斎のことで、千夜は文字は違いますが三祖の師匠千夜ではないかと考える研究者もいます。この時千夜は山口の高知と記念対局を行っています。ただ別の回に述べたいと思いますが、当時囲碁界の重鎮であったと思われる千夜が三佐の師匠とする説には異論もあります。最後に次のような囲碁の逸話を紹介します。千の利休と並び称される堺の茶人津田宗及が残した記録の中に、元亀2年津田邸で開催された茶会の後、宗信という当時活躍していた豪一が京より招かれた新持ちという13歳の少年と対局したとあります。宗及はその直前まで京で茶会に出席していて、そこで碁の強い少年の噂を聞きつけ対局を企画したようです。新持ちが何者なのか分かりませんが、当時の日会の年齢と一致していて、ひょっとすると若き日の三佐だったのかもしれません。徳川家康に重用され囲碁界の頂点になった包囲坊三佐ですが、それまでの人生は謎に包まれているのです。